フィノラ・ヒューズは、イングランド出身の女優。アイルランド人とイタリア人の血を引く。ゼネラル・ホスピタル、オール・マイ・チルドレンのアンナ・ディヴァイン役で広く知られ、また、オール・マイ・チルドレンでは、アンナの双子の姉妹・アレックス役も演じた。1981年、アンドルー・ロイド・ウェバーが手掛けた、ミュージカル、キャッツで、本格的に、女優活動を始め、 オリジナルのロンドン公演で1981年から1年間にわたってビクトリア役を演じた。それ以降は活動の拠点をアメリカに移し、サタデーナイトフィーバーの続編、ステインアライブでジョン・トラボルタとの共演を果たす。1985年から出演しているソープオペラ、ゼネラル・ホスピタルのアンナ・ディヴァイン役は当たり役となっており、1991年には、 同作で、データイムエミー賞のドラマシリーズ主演女優賞を受賞した。また、同部門においては1990年に、ゼネラルホスピタルで、2000年と2002年に、オールマイ・チルドレンでノミネートを受けている。その他には、テレビ映画、ジェネレーション X で X メンのキャラクター、エマフロスト役、チャームド・魔女三3姉妹で、ハリウェル姉妹の母、パティ・ハリウェル役、アニメ版、 スーパーマンのララ役などを務めた。私生活では1992年に結婚し、現在は、次男、カズメの母である。フィノラヒューズ、movies.yahoo.com。2013年9月29日閲覧。ありがとうございます。